練習してみたいなって思う方、長い着物を着る必要はありません。道着の上でいいです。慣れていただくことが基本なので、道着の上で着物を着て、裾、日本にはこういう後輪ベルトというベルトがあります。これを使えばここに挟みます。で、後ろ、この紐を後ろから前に持ってきます。そうしたら裾、着物の裾をぐるっと回していただいて、ちょうどいい長さになるので、切る必要はないです。で、外国の方でこういうものが手に入らないっていう場合、ストッキング、女性が使うストッキング、切ってここを縛ります。で、これも同じ、後ろへ回して前を持ってきて、裾を持ってぐるっと回したら、余った分をこちらもうちょっと大きく縛るわけですね。こういうふうにしていただければ簡単に短くなります。ここの上にここで、私はここで2本仮留めをします。そしたら最初のを取ります。下のはついたままです。このままの状態で。